さんちゃんです。きっかけはですね、大学からこうダンスを始めて、なんか最初こうシンプルにこう踊るの好き、なんか新しいこと始めて、なんか踊るの好きだなっていう延長で、なんかこのなんか好きをなんか今後生活でなんかそれで生活できてったらなんか幸せだなと思って目指す決意をしました。ガンミとは第一に家族みたいな感じっていうのと、あとはなんだろうな、なんか挑戦する場でもあるし、なんかあと一個で思ってたことあったんだよな。ちょっと待って一緒に、あとはもうそうだ、ごめん、なんかこう青春ができる場所だなっていう存在ですかね、ガミ。なんか最初はこう仲間で集まって、なんか仲いい仲間で集まってなんか一緒に踊ることが楽しかったりとか、なんかそういう活動をしてたんだけど、なんかそういう何活動とかしていく中で、こう集団行動だし、なんか一つのことをこうみんなでなんか追求していく中で、なんだろう、なんかやっぱいろんなこう人間がいて、なんかそういう中でなんか自分の立ち位置だったりとか、立ち位置ってバミリとかそういうんじゃなくて、なんかあるじゃん、集団行動においての立ち位置というか、とか、なんか自分の役割だったりとか、なんか自分のやりたいこととか、やるべきこととか、なんかそういうのを、なんかやっとこの年でこう、なんか分かり始めてきたというか、なんかそういう4年間だったかな、俺は。ダンスはもちろんこうずっと変化していくけど、なんかそういう部分が一番4年間で大きかったかな。もちろんこう4年間一緒にやってきて、なんかこうちゃんとこう卒業っていう形が初めてなので、なんかこう寂しいって思わないなって言ったらそれは嘘になっちゃうんですけど、でもなんかやっぱこうガンミをね、みんなガンミの活動を通してなんかこういろいろ感じて、なんか自分で考えて、なんか出した答えというか、だからなんか答えだと思うし、でもなんかガンミはやっぱりガンミとしてなんかそこを卒業するからどうとかじゃなくて、なんかガンミはこうずっとなんかね前を向いてなんかやっていかなきゃいけないなと思いました。このなんかメンバーが卒業するっていうのを聞いて、前を向こうって思いましたね。なんかガンミがこう目指すものはなんかすごい難しいなっていうのはあるんですけど、なんかほんとこうこれが正解っていうなんか答えに向かってこうやってないっていうか、そうこう正解に向かってやってるわけじゃないから、なんか自分たちでこう
正解を作っていくというか、自分たちがこう扉を開くじゃないけど、なんかそういう活動をしてってるから、なんか目指すのは、まあ、なんかダンスっていうものを使ってダンスの力でどこまでこう人に伝えられるかっていうのを、まあ、なんかこう正解がわからない中模索していく、模索しながらやっていくのかなって思います。なんかこう人にやっぱ伝えるっていうのを一番大事にしていきたいなと思います。まあなんかガンミとこう通じるもの、ガンミが目指すものとこう通じるものはあるけど、まあ個人、まあ、ダンサーとして、まあなんかこうダンスでやっぱり、まあ、なんかいろんなこうね感情になると思う。なんか楽しいとか嬉しいとか悲しいとか、なんかいろんな感情があると思うけど、なんかそういうのをダンスを使ってこう人のねそういう心をなんか常にこう動かし続けたいというか、なんかそういう人でありたいなっていう思います。まずいつも、応援してくれて、でなんかこう支えてくれてありがとうございますっていうのは伝えたいです。なんかガンミストがいないと、なんか今のガンミのこういう活動、まあ、JG 計画もそうだし、ガンミサイトもそうだし、なんかそういうのって成り立ってないなって、なんかほんと断るごとになんかすごい痛感するので、本当に感謝しています。っていうのと、なんかそういうみんなの応援が、なんか自分のこういう活動の活力になってるのは本当に間違いないなって思うので、なんかガンミストのみんなが、なんかガンミストであることを、なんかなんて言うんだろう、誇りに思えるというか、ガンミ応援してますっていうのを誇れるようななんかガンミでずっといたいなと思うので、これからも応援してください。よろしくお願いします。